ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タツカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だったな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。達川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょう。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。達川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは馴れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。わかった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。キリュウの兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。後でまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママデカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノーを言うた。大丈夫か、ユータ。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそうてかなわん。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ、お前が何も口きかんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ達川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の最王会とかいう？ああ、達川は情報屋としてその最王会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな。しかしえげつなことしよるな。達川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた達川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったらそいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は達川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします兄貴。達川が死んどるんじゃ遥さんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ達川を殺したのかを知りたい。と言いますと？達川が中国マフィアに追われてたのなら遥や春人もその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら遥ちゃんが引き逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが達川って男には訳の分からねえことが多すぎる。確かにそうっすね。
キリュウ、邪魔して構わないか。広島の広瀬一家って言うと、あんたら陽明連合会の関係か。陽明連合会直系の舛添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、薩の旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっと遥かなことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか？ああ、前の病院に東条会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東条会か。遥かを？そう名乗ってるだけで本当に東条会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥かの容体は変わりなしか？あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥かの意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる？あいつも遥かについててくれていたろ。遥かを警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用があるときは向こうから連絡してくるって言うんでな、こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいたとき、エドっていう中国人とやり合ってな。多分西洋会の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋会が達川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあ、お前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された達川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥かとのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちょるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええよじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば達川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないすか？そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥かの事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです？薩も達川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくねえ。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますけ、気にせず向かってつかさい。キリュウの兄貴、気をつけてください。どうも、キリュウさん。俺ですよ、覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でも桐生さん、なんでまたこんなとこに？秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか？できなくないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで
何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。分かったよ。少し時間をくれ。ああ、頼む。桐生だ。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる。まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ。採用会の中でってことですか。幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口聞けるメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか。エドと話したいって、なんでまた。採用会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど。なんだ。桐生さんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか。いいのか。どこで会う。劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。桐生さんはお一人ですか。ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも今度はつけられないようにしてくださいよ、桐生さん。ふん、わかってる。さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。こいつら搭乗会の。なんで搭乗会の人間が俺を。秋山。どうも。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしてね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト。人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。お前、なんでここに。最近、この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで。
キリュウさんにはこちらの室田君からその辺りの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。いやよく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を。ええ、そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると薩はうちの六代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ。それじゃ、俺はこれで。東上界には、今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが、菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えて人言派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートはあります。迂回ルート？
採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも辰川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ、踊れ。なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。辰川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですなあ、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、辰川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても辰川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。兄貴、アジア街じゃ。秋山ゆうまここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、キリュウさん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ、
あいつが秋山だ。ええ。へい。改めて、秋山です。キルさん、そちらの二人が広島の。ああ。広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太。ハルトの父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。お前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね。今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね。もしいなければ江戸が店に戻ってくるので、こっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか秋山。ええ。あ、翔太、これ渡すのを忘れてました。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。気休めかもしれませんけど、いいでしょこれ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと雄太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。へえ、一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ、誰もいない。もしかすると罠かもしれないな。どうやら悪い予感が当たったようですね。面白くなってきましたわ。キリュウさんはそっちへ向かってください。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな。俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。桐生一馬。道島の龍だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。
きたいこと？達川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、達川を殺したのはこの私だよ。なぜ達川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。達川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。達川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋会は多くのヘイハイツを日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければあの世で達川から直接聞くといい。この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ、ここがお前の墓場だ。それじゃ困りますぜ。綺麗な兄貴、助立ちします。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。こう寂しいな。そたをつやんでちゅる。気流の兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカってのはどういう男なんだ？
なぜあいつを殺した？タスカーがお前らにした裏切りってのは何だ？往生際が悪いぜ。答えろ！お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか！踊れら、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる？なんでお前がこんなところに？陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか？陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なら東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何？俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと？それじゃお前も辰川と同じってことか。辰川？辰川は中国人のヘイハイズとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は辰川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ？広島で何をしていた？この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ？このアジア街に殴り込んだ理由は何だ？今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが辰川を殺した理由を聞きに来た。辰川があんたに何の関係がある？辰川は広島で沢村遥香って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥香は俺にとって娘も同然だ。沢村遥香があんたの？そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。増添、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている？落ち着いてくださいよ江戸さん、ボスが来てます。何？ボスが？なんでわざわざこんなところへ？私は西洋界総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，生长着不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐
キリュウさん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東城会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？はあ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。わしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ？同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃき、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人じゃったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい、マスエといい、一体どうなっとるんじゃ？ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつって、こっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届け出ないもんだから、戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか？今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか？わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。桐生さん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか？ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの？さっきあの場で殺されなかったんだ。
明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。ローが俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの、達川と松添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、ローが松添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます？ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ？あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。